秘宝、日ハム時代の大谷翔平、心の底から信頼できる人はチームの中にいませんでした。それ一般の会社員も一緒やろ。自分より下手くそに時間使う意味ないし、即答してるのがすごい。大谷って冗談めかしてるように見えて意外と本音を言うとるからな。 WBC でも白井、オタクだれって距離取ってたし、まだ一平と出会う前やからな。一平はもともと日ハム所属の通訳だぞ。大谷からしたら周りの意識低すぎたいやろな。一郎以上にストイックやから、もうハム時代の大谷知ってる人も少なくなってきたんだなって。今でも連絡取り合ってる仲いいやつおらんかったか、噂は。やっぱあの暴力野郎は普段から素行不良やったんやろな。大谷が殴られずに済んだ、よかったよ。大谷ってハムよりエンジェルスの方が肌に合ってるっぽいよな。そりゃそうやろ、会社内ならそんなもんやろ。信用してないとかじゃないけど、これから誰もやったことないことをやろうとしているのに、ストイックじゃない連中のことなんか信頼できんわな。最後まで付き合った栗山監督はよくやったわ。職場で親友レベルの人ができるのは稀やからしゃあない。栗山に会えたのは多分相当な幸運だよ。一緒に夢を追いかけるのを手伝ってくれて、選手としても人としても教育してくれて、バットまでコントロールしてくれるって最高の上司だよな。酒も飲みたい、遊びたい、でも野球も勝ちたいなんて甘い考えみたいな発言あったらしいけど、そういう同僚がおったんやろな。ならこの発言も妥当だろうよ。飲み会行かな嫌われるで。いいんです、僕は世界一の選手になるので、そうなったら好きになってくれますよね。